こんにちは、矢川です。今日は2018年初めてカフェグローブさんに行こうと思います。ちょっとちょうど寄れる時間ができたので久しぶりにコーヒー飲もうと思います。では行ってきます。これが新兵器ですね。初めて見ました。カフェグローブさんのちょっと寒い外のテラス席用の新兵器、ね、薪ストーブだそうです。ちょっと待ち合いに上がってもよし、ここで待ってもよし。結構な熱量で熱くなるみたいです。せっかくジンバル持ってるのでちょっと森を一周してきます。今もう午後でちょっと夕方近くなってるんで暗めですけど、緑の感じがすごくリラックスする場所ですね。でカフェのスペースから、奥の方に一本道行くと、小さい美術館ということで、マスターのお母さんの、ですね、高松明子さんの、常設展がやってたり、他の展示もやってる、美術スペースがありますね。はい、こんな感じで、美術館になっておりまして、高松さんの、絵画の作品が並んでおります。このグローブがある、亀田ですね、地名でいうと亀田って言うんですけど、この辺りの、風景を描いた絵が多くてすごく癒される独特のタッチだと思います。これはもう森の裏の方なんですけど、ちょっとくぼんでるエリアがありまして、今ちょっと冬なんで植物ないですけど、他の季節は結構植物がいっぱいあります。はい、でここが、カフェの真ん前のくぼんだスペースなんですけど、ここはですね、その昔僕がちっちゃい頃に、劇とかをやってた森の劇場とか言ってましたけど、そういうスペースで、浜本さんお父様の、美術作品が無造作にこの辺にあったりとかですね、あとこの辺にステージを立てて、毎年6月ぐらいに、松本花ちゃんがライブをしたりしているスペースですね。というわけで、そろそろ席あるかな。ちょっと中に行ってみます。はい、グローブさんの店内です。コーヒーはいつものストロング。マフィンが美味しそうだったので注文しちゃいました。いただきます。はい、グローブさんでコーヒーとマフィンを食べ終わりました。グローブさんに来たら、必ず行くんですけど、海をね見に行きます。森の中なんですけど、実は位置的には海のすぐそばなので、ちょっと歩くとですね、すごく、景色が綺麗なところがありますので、こちらに行こうと思います。でちょうど歩いているのでジンバルのテストにもなりますね。どうでしょう、あんまり手ぶれなく行けてんのかな。草むらっちゅうか、これを越えると一気に開けるので、逆光だからちょっと分かりづらいかな。もうちょい歩きます。今見えてる、道の先の方行くと一気に抜けるので、そこに注目です。海見えてきた。はい、こっからです。サードだ。は
い、いいね、いい天気、今日も雲もほとんどなくて、めっちゃいい天気です。よかったよかった。太陽が、出てますね。できれば夕日がすごく綺麗なんだけど、ちょっと時間がそこまで入れなそうなので夕日は無理かな。で、天気がいいと、ちょっと倍率上げようか。見えっかな。ちょっと見えますね。富士山見えてます今日。ちょっと雲がかかってますけど。はい。じゃあ広角に戻して。ちょっと高台に上がってみようかな。よし。怖いかな。はい。ここでね。はい。今、太陽に向かってちょっと。見えないね。こんな感じ？こんな感じかな。はい、じゃあこれでぐるっと一周してみます。ここ富士山見えて、ここ山ね。ぐるっと、こっちの方向がグローブなんだけどちょっとわかんないかな。で、新舞子の海水浴場、海岸があって、一周戻ってくるという感じです。ここのね、堤防というか海岸とこのちょっと高台を区切ってるブロック塀みたいなのがもう完全に、前の崩れてるとこあったんだけど、前よりもちょっとひどいな。これも前の台風の影響かもしれません。海岸まで出てみようかな。なんかこの辺、こういうサボテンみたいなのが結構道端に生えてます。ここは結構流木とかですね、まあゴミとかもそうなんだけど、結構打ち上がってる場所なので、ちょこちょこゴミ拾いボランティアでやってる人がいたり、流木とかね、貝とか拾いに来る人がいますね。海岸線のところには、今日は本当雲がなくてね、おーやべ濡れる、雲がなくてすごくいい天気なんで、海沿いもすごく気持ちいいですね。夕日を見ながら、波の音を聞きながら、この動画は、お別れしましょうか。それではまた。We'll be right back.